はい、こんにちは、シューンです。今日はこちら、Amazon で買ったやつを紹介していきたいと思います。早速開けていきましょう。キュン。何かというと、こちらです。アンカー。今回はこのアンカーの製品を買いました。意外とサイズが小さくていいです。持っていたよりもサイズが小さいので結構良さそうです。それではビニールを破って、はい、それではそういえばアンカーは携帯の電化製品とかを使ってるような会社です。しかもモバイルバッテリーとかがよくあります。こうか、こうやって開ける。サンキューチョイス。はい、お、中身はこんな感じです。これはなんだ、アクセサリー、アクセサリー、あれ出てこない。これがストッパーになっている。はい、これが電源ケーブルです。マジックテープがついています。はい、そしてなんか、何これ、 3M のなんかつけるやつ、両面テープかなんか。そしてこっちが本体です。おお、これは何かというと、じゃん、 USB 充電器です。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個の USB 充電器です。そしてここは電源ボタンがついています。お、結構思ったよりもちっちゃいやつでいいかもしれない。これ結構ちっちゃいからカバンとかに入れて持ち運べるかも。旅行とかに持ち運べる。安いかもしれません。ってやる。結構、ここのケーブル、コンセントの線が太い。うどんみたい。うどんみたいに太いかもしれません。はい、そして今日はこのアンカーの製品、アンカーの充電 USB 充電器で充電ステーションを作っていきたいと思います。それで結構前にやったこの棚みたいな感じで、この場所を作ります。充電ステーションの場所を作っていきたいと思います。結構充電するこの GoPro とかいろんな充電器を充電するための線をいっぱいつけておいて充電したい場所を作りたいです。はい、この商品の名前はパワーポート10、パワーポート10っていう名前です。はい、木の棚を組み立ててきました。結構硬い木でネジ止めが結構大変でした。こっちの方ちょっと割れちゃいました。一番最初にやったネジがちょっと木
が壊れちゃいました。それから穴を結構深くまで開けてからネジ止めをしました。そしたら結構割れにくくなってよかったです。あ、結構なんかギラギラ、ネジがギラギラしてるので、この茶色いマッキーのペンでちょっと塗ってみました。そしたら結構ギラギラ感が少なくなっていい感じです。結構こう見るとギラギラしてます。ちょっとこれを塗っていきたいと思います。はい、こんな感じです。少しギラギラ感が薄れて目立たなくなってるような感じがします。はい、半分塗りました。それでは反対も塗っていきます。はい、全部塗れました。結構茶色が、このペンの茶色が結構いい感じに馴染んでいるような感じがします。はい、棚を配置しました。こういう感じになります。前回の夏に作った棚がこっちで、今回作った棚がこちらになります。こんな感じで、スピーカーのやつを下に入れて、結構高さギリギリにしました。そして、スピーカーのやつをこう上に置いてあります。そして、この上は結構台になるように設計をしました。あ、そうそう。ここの板とかは、前回と同じように、ヤスリかけてから、和オイルで塗ってあります。はい。そしてこの上に、このアンカーの最初に紹介したこの10連パワーポートを、こういう感じで、はい、パワーポートのコンセントを挿しました。このマジックテープの留めるやつ、結束バンドが付属されているので、結構スマートにできました。あ、ここに電源がついてる。これで後ろの電源ボタンを押すと消えて、押すと電気がつきました。こう縦に置いても大丈夫そうな感じです。はい。と、この、USB Type C を挿していきます。これはタイプ C のケーブルになります。長さは長さは約50センチです。タイプ C はこの GoPro とかに充電できます。一番右側で挿しておきましょう。おー、こういう感じで長さも結構ちょうどいいです。ここの台を使ってここに刺して置いとく感じができます。そして今度はこっちのマイクロ USB ケーブルです。こっちも約50センチのケーブルになります。こういう感じです。色が違ってわかりやすいと思います。はい、隣に刺しました。あ、そしてこの2本のケーブルは100円均一のセリアで買いました。結構100円で売ってたので結構お得な感じです。よかったです。で、これはなんかメッシュケーブルとかって断線しにくいケーブルらしいです。はい、これでタイプ C とマイクロ USB が刺せました。はい、これもマイクロ USB になっています。はい、これはなんか家にあったやつです。なんかの商品についてきたやつです。これも挿しておきましょう。結構マイクロ USB で充電するものがまだまだ多いので、これも挿したいと思います。
あ、それであとは、この、結構買ったけど、余っていた、この、ま、iPhone 用のライトニングケーブルもここに挿しておきます。そう。ライトニングは、一番左にしとくか。はい、ということで、早速この GoPro のバッテリーを充電したいと思います。これは、ライトニングケーブルとマイクロ USB で挿して充電できます。今回はこのマイクロ U、あ、違う、タイプ C のやつで挿します。お、ついた。あ、そしてこの充電器は、こうやって、二つ同時に充電して、こっちが、このライトがこの右側のバッテリーで、こっちのバッテリーがこっちのライトの意味があります。二つ充電できます。あ、これで充電しておいて、そしてこっちの、あ、そっか。もう一個あれば。もう一個。タイプ C があれば。いや、ちょっと一回、マイクロ USB で挿します。それで、こっちの、タイプ C をこの GoPro に挿して、やれば、三つのバッテリーで充電できます。みたいな感じです。それで、戻しておこう。タイプ C の方に。これでここに置いておきます。はい。よかった。やったぜ。これで、充電ステーションの完成です。イエーイ。これで何でも同時にできました。これで何でも。結構前はこの iPhone についてたやつを、一つずつ充電してたけど、USB 一つずつで、これなら、まだまだ余裕があるので、一気にたくさん充電できます。充電し放題になりました。はい、ということで、今回の動画はこれで終わります。最後まで見てくれてありがとう。他にもなんか、いろいろ、秘密基地っぽいような、ものとかを紹介しているので、よかったら他の動画も見てみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。